きます。来い。どい。誰だ。ああ。はい、俺じゃない。やったー。で、私持ち物いっぱいだったー。おい、おい、おい。ドン。なあ。俺じゃない。結果ね。私。ひまわりさん。ということでじゃあ、ひまわりさん鬼でいきましょう。はい。6分間です。これがラストバトル。まあ表向きはねやっぱちゃんと戦いましょうってね、やっぱ裏があるから正々堂々戦いましょう。はいはい、そう、ね、優しさを見せるとかダメですからね、ちゃんとね正々堂々メンバーと向き合いましょう。はい、ほらほら、はい、心のゲームだから。真面目かよ。鬼ごっこ一つの心のゲーム。じゃあ行きましょう。行きます。よーいスタート。いやー逃げられた。8、7、6 合わせてくれた。5、4、3、2、1スタート。てってれーって今1、2、8、7。私の優しさがやばいか、逃げない私が。そこに一人人が、そのスナイパーも、スナイパーがいるぞ。いる。あ、スナイパーいたわ、スナイパーいたわ。結構突っってるけど。おぶね。あ、無理だ。いえ。めっちゃ逃げたもん。めっちゃ逃げた今。こいや。あ、来てる。本当に来てる。来てるのこれ。来ないわ。これなんかカモフラージュ的なのできそうだよね。こことか俺いたら。やばい、結構これはやばいぞ、逃げるわ。これカモフラージュになってない、これやばかった今。はい、ズリンで。へい、逃げ切ったかな。名前が2人、え、ちょっと待って、やだやだ、また6分このままとか本当やだ。絶対大丈夫。よっしゃ、逃げ切った。見つかった気がする。さあ、どうでしょうか。作ってるでしょ、これは。と、心理戦か。心のゲームだから。おびびった船長だったもん。おぉ、来てるな、来てるな。どっち行けばいいんだ。あ、こっちじゃねー。ウェア、ウェア、ウェア、ウェア。違ったー。みなさんだったー。あ、なるほどね。3人がいる。どこだ、ひまわりさんどこにいるんだ。これは、3人でいるという名の実はみたいな。裏がある。お前ら前に行けよ、前に。いやよ、選挙行って男でしょ。来てる来てる。え、どこに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 。いたいたいた。え、なんか桜切ってね。ごめんごめんごめん。急になんかもうバッサリ。めっちゃ真面目に桜切ってしまった。うおー、やべやべやべ。嘘、当たってないの今の。うわ、当たってなかった。生き直り3つしかなかった。悔しい今の。めっちゃ逃げてる。めっちゃ蛇行運転してるから今。いや、あ、いたわいたわいたわ、次だ。あ、いません。わー、これ緊張するな。怖いね、ほんとに。奇襲が怖い。牛串。え？ワイモステーキ。ワイモステーキ。え？白飯食えや。いやでもね、牛串はね、若干ちょっとずるいよね。ちょっとチート感ありますね。ちょっとチート感ある。しょうがない、じゃあゾンビフレ。急に。急に。そこまで落ちぶれなくてもいいけど。あれ、ひまわりさんどこ行った？あれ？逆に怖い。あれ？羊？ちょっと待って。羊？羊？羊？ちあの、たまにこう、ユッキさんがブチって。ごめん。暖房の延長が。ね、今もう、大変だからね。凍え死んじゃうからね。本当に。残り2分。うお、ひまりさんいた、ひまりさんいた、ひまりさんいた、あっぶね。
やばい、16個全部使っちゃった今ので。え、もう何ゼロ？あるある、あるけど。そこにいます。これか、これかの使い。いや、怖い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 、生きの怖いよ。どこ行ったどこ行ったどこ行った隠れんぼと美容師。あと何分ですか。あと1分22秒です。あかんくない。うおいった、ぶね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 、こっちや。あ、ゾンビゾンビ。ゾンビ率高すぎじゃね。めっちゃかめっちゃ投げてきてる、絶対やばい。逃げ切った逃げ切った。また6分転がっちゃう。やだ、こっちに飛んだら絶対にやだ。あ、これひまりさんかな、ひまりさんだ、ひまりさんだ、やべ。移りに行こう。移りに行くの？何？移るって僕の画面だから。そうそう。移りに行く。僕も今全いろいろ全力で逃げてるから、ね。そこはゆっくり歩けよ。ああ何かもギリギリなんだ。あそこそこはゆっくり、今ゆっくり歩いたから、ね、まあ、ゆっくり、うん、そうそう、まあ、ね、姉さんが殺されるから。そうそうそう、姉さんに殺されちゃう。姉さんにドワドワクス。マジかよ、マジかよ。違う、多分ね、いかった多分ね、気づいてない。俺さ、なんか反応がいちいちうるさいよね。ドワクスって何それ。あれ、まだ終わってないぞ、まだ終わってないぞ。終了。まだ終わってないぞ。あれ、エキシビジョンマッチかな。嘘。エキシビジョンマッチかな。マジでマジでもう6分も経ったの。でもご飯もないし、電話もないし。はい、じゃあこれは結果発表ということで。はい、結果発表。まあね、ゆうけさんはちょっと安定だね。今回最強ということでおめでとうございます、はい、ありがとうございます。海野さんもね、2番かな、全体的に。あ、どうもどうもどうも。で、僕が3番かな。あ、で、あれ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 、1人。いやー、まあ、難しいですね、マイクだって。悟った。私には早いゲームなのかもしれません。いやいや、そんなことないですよ。もう、ひまりさんも立派なマインクラフターですから。マインクラフターです。イェイ。ということで、恥ずかしい話。じゃ今回は恥ずかしい話でいきます。オッケーオッケー。じゃあちょっと、1分ください、私。また1分。恥ずかしい話。今回ね、ひまりさんの恥ずかしい話ということで。はい。恥ずかしい話というか、ちょっとまあ、奇跡に近いように驚いた話に近いんですけど。おう。あの、私の母の話なんですけれども、はい、今年、まあ、2015年明けまして年賀状があったじゃないですか。はいはい。あの、母ちょっと物を教える仕事をしてるんですけど、それの関係上、年賀状がめっちゃ届いたんです。まあ、母もめっちゃ出すんですけど、で、年賀状数えたら先に言うんですけど、262枚あったんです。お、母宛ての年賀状だけで。で、年賀状の一番下に年賀状当たりくじってあるじゃないですか。はいはい。それを私が一枚ずつ確認、いつもそんなことしてなかったんですけど、母に届いた山のような年賀状を見て、これ年賀状当たりくじとか見たら、もしかしたら一等とか当たってるかもみたいな感じ、めっちゃウキウキしながら、一枚ずつ全部見たんですよ。はい。で、最低でも確率的に100枚に2個当たるんですよ。下に行けたっていう番号が2つあるんで、なんで少なくとも私だったら、母だったら5枚は当たるはずだったんですよ。一番マット一番最後の賞がなんですけど、めっちゃ母と期待しながら、なんと当たるかなとか言いながら見たら、1枚も当たらなかったんですよ。200年順を行きときながら、そうだよ。もうなんか母と2人ちょっと恥ずかしい気持ちになりました。どうですかね、ゆきさん。いや、ゆきさんどうでしょう。
いや、いいと思います、うん、いよくはないけどね、当たったからしかもまさかの私に十何枚届いただけの年賀状が1枚当たってたから本当にわからんもうなんか嫌味みたいな当たってたわ。私それで、テレビ当たったよ。すげえ。4年くらい前に。マジで？すげえ、うん、ってか俺今年の自分のやつ1枚も見てないわまだ。やば、見なきゃ。見とけ見とけ。やばい、どうしよう、一等当たってたら。くれくれやらんわ絶対やらんわ。2回にわたってお送りしてきた、2回かな、多分2回です。2回にわたってお送りしてきたこの鬼ごっこ企画ですが、これちょっと面白いね。面白かったですね。なんか雪玉ある方がなんかこうちょっと戦いがあって面白いね。うんうん。じゃあこれちょっとぜひ次回は大人数でやりましょうよ。はいはい。ね、8人で8人で、まあそこでもこちょっとね、やっぱブラックな七倉が見れる可能性がちょっと高い結構ブラック推しだね。ノーって言ってはい、ということでね、今回はこれぐらいで終わりにしたいと思います。はい、はい、バイ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 。向こう側に、あ、どうもこんにちは。こんにちは。じゃあもう関係ないから、あ、ごめんなさい、ひまわりさんどうぞ。ゆっけさん、これ登れるように作ってないでしょ。本当松明持ってきた。あ、危ない、クリッパー、ちょっとご視聴ありがとうございます。はい、というわけでパソコンの方は私をクリック、スマホの方は動画概要欄からお願いします。それではありがとうございました。イエーイ。